本日はヒップアップに直接効くトレーニングを、連続して行うことで脂肪も燃焼させます。本日のトレーニングの大事な点は連続運動であるということです。連続してこのような運動を行うのですが、純粋に股関節を曲げるだけではない、膝を曲げるということがメインの運動ではない、2つを合体させて連続で行います。この運動を連続で行う根拠には科学的なエビデンスと呼ばれるものがあります。それを最後に細かく詳しく説明いたします。今日のキーワードは連続運動と複合運動を行ってヒップアップ、脂肪燃焼を行うということです。今日のトレーニングは1日5分間行います。週3回、最低でも週2回いきましょう。週3回であれば理想的です。毎日行うのではなくて1日おきか2日おきに、このような股関節を曲げる運動、ヒンジ運動、スラスト、デッドリフトと呼ばれるこの動きにプラスして、このようにスキーのジャンプ、そしてこのような体勢をとるときに、イメージはまっすぐ真上というよりは少し前側に飛び込んでいくような感じで、最初に4本指が首の横に入って指を広げても耳に当たらない、肩に当たらない、このぐらい首を伸ばす。そして同時に肋骨を落とす。肋骨を落としたら目線はまっすぐ、小指側で手刀をスッと股関節に入れるようなつもりで折り曲げます。そしてお尻のすぐ後ろに空気の壁がある、それをお尻で突き破るかのようなこの体勢、プラス立ち幅跳び、スキーのジャンプ競技のようなイメージで少し膝の曲がった様子、スクワットのような形を入れます。足の裏がバタバタして動いたりしないように均等に体重をかけて、スッと深めにこのような形、膝が90度の直前になるぐらい、この体勢からすぐ吸います。吐いたらすぐ吸う。この動いてる最中は呼吸は不要です。なぜかというとお腹の圧力を強くして運動効果をもっと強くするためです。息を吸います。その時は鼻からだけ吸いましょう。首を長く、肋骨を下ろします。そして大地、床をしっかり踏みしめる。膝は90度近くまで曲げてお尻をグッと壁ドンする。ここから前に飛び込むかのようにやや重心を前側にして立ち上がると膝のお皿がグッと上に上がるような感じがあります。お尻をグッと絞る、締める感じが出てくるので、その時に同時にお尻のど真ん中を扉が閉まるかのようにぐっと強く最強に絞る、一連の動作で続けてみます。首を長くします。肋骨を下ろします。床をしっかり踏みしめます。膝を90度近くまでこのように曲げてお尻を後ろの空気の壁を突き破るかのように壁ドンします。この時は膝のお皿が上にグッと上がって絞られています。そして同時にこの姿勢、立った時はお尻のど真ん中をギュッと最強に強く絞る、叩かれても全く問題がないほどのイメージで、という感じで5回繰り返しましょう。強く立ち上がる、呼吸も強く、そしてお尻を強く締める、膝のお皿をギュッと上に強く上げるということですね。こういうところに注意して5回連続行ったら、その後はブラ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 、体をブラブラさせます。ブラブラしたら前に飛び込んでいきます。膝のお皿をグッと上げて絞ります。このようなイメージで行ってみてください。やってはいけないこと2つ、そのコツ2
2つ。やってはいけないこと。1番目は腰が反ること、背骨が反ること、背中が反ること、そして首が反ること。首が反っているときは顎が上がります。腰が反っているときはお腹が伸びてしまいます。お腹が伸びて、いわゆる腹圧というものは使えない。せっかくお尻を絞ろうと思っても、絶対に絞り切ることができません。背骨が反るということは、腰の怪我、背中の怪我、首と肩の怪我、これの強い原因になってしまうんですね。反るという動きは、やめましょう。やってはいけないこと、二つ目。そして、コツの一つ目と言えます。このフィニッシュしたポジション、立ち上がるときのポジションは、まっすぐ、前方方向に飛び込むようなイメージで、足の裏の踏み込むところというのは指の付け根になって少し前側に重心が傾くんですね。そうすると膝のお皿をぐーっと上に上げて絞ることができる。お尻をギュッと絞る動きを助けて、さらに筋肉の収縮を強くする。お尻の形が良くなる。脂肪燃焼にもつながってくるということなんです。コツの2つ目、まずは5回を完璧に、このようにして強く呼吸、特に呼気を強く、この立ち切った時に前方に飛び込むかのようなイメージで、膝のお皿をギュッと上げる、お尻をギュッと絞る、この強く絞るということをちゃんと行った上で、まずは完璧な5回を目指しましょう。連続でやる動作を増やしていくのは、完璧に5回行えた後でも全然遅くはありません。5分間の中で濃密な時間として作っていく、濃くしていくんですね。まずは強い動作をしっかりと毎回毎回完璧な5回繰り返したら、体を緩めてあげる。これが5回完璧にできるよとなったら、6回を目指してもいいんですが、回数が多いということだけを目指すのではなくて、完璧に強い動作を行う、これがコツなんですね。完璧に強い動作を行う、ちゃんと把握して行うと効果が全く違ってきます。本日のエクササイズを行うにあたっての科学的根拠、エビデンスと言われるものについてご説明いたします。皆さん、脂肪除去というと皮下脂肪に大きく着目する場合が多いと思うんですが、筋肉の中にある脂肪、筋肉内脂肪というものにも強く目を向けてみてください。意外なんですが、有酸素運動、脂肪を除去するのに一番効率がいいと言われている有酸素運動でも、筋肉の中の脂肪というのはそれほど取りきれないというデータがあります。筋肉の中の脂肪を除去するには、脂肪をエネルギーとして使ってあげるというのが一番大事ではないかという論文多々あります。筋肉の中の脂肪を使ってあげるには、第一に筋肉の絞る動作、絞るということを専門的には収縮というんですが、ギュッとお尻を閉じるかのような、お尻という大きな筋肉の真ん中を最強にギュッと絞る、そういう筋肉の緊張持続時間をある程度長くする必要があります。このようにして絞った、また伸ばしてあげる。この場合は伸ばしてあげるんですね。これをある程度持続することで、筋肉の中の脂肪をエネルギーとして使ってあげるということが大事なんです。なので、やたらと走ったり、自転車を漕いだり、こういうのは回転を伴うので、サイクリック運動などと言ったりしますが、有酸素運動だけではないことが本当に大事、収縮が大事なんです。